石碑星神社は、愛知県名古屋市に区場を台に鎮座する神社。式内社、旧社格は、指定尊社。創建年代は不明。縁起式神明朝に記された、山田郡、坂庭神社であるとしている。なお、小牧市にある、坂庭神社が神明朝のそれであり、その論者であるという説もある。忍那年間にこの地の付近に住んでいた。 大江恩人の子孫により社が混流されるなどしたが、戦火によって、社殿と共に、宝物や神儀、神社の縁起について記した書物などを消失。ただ、公安三年の胸札が謙遜しており、江戸時代の父、尾張氏には、徳治二年のものほか、略王四年十二月に、右根省、藤原実習によって造営が行われたとする、胸札があったことが記されている。また、 かつては4丁8端の車両を持っていたが、豊臣秀吉の時代に召し上げられたという。1872年に損社に、列格、1907年指定損社となった。3月最終日曜日初馬大祭無垢の木、正面入口付近にある3本の無垢の木は、1995年2月27日付で、名古屋市の都市景観重要建築物等に指定されている。 三本のうち最大のものは高さ約18メートル、幹回りは4メートル以上にもなる。ありがとうございます。